例えば上って下りだとして、そうですよ。あ、そうそう。入った。誰も教えてくれなかったな。途中の傾斜とかじゃなくて、でそこが例えば上って下りだとしての高低差だけ見ると、この高低差なわけです。でもこの途中にこうあったとしても、このトータルだけで考えればいいから、それを横からこうやって見ると分かりやすいんで。そう、上りだと思ってしっかり打ったらオーバーしたら実はすごい下りになっちゃった。あるあるある。だからその足もう目の前のこの傾斜に惑わされるとかやっぱりよくあるんですよ。だからそこはちゃんとこう確認した方がいいです。パターってメトロノーム使って練習したことありますか？ちょっと一回これで素振りしてみましょう。普通に打っちゃっていいんですか？そう、これに合わせて1、2、3でインパクト。ああ、はい、そう。はい、はい、行きましょう。あ、違うか。怖い。あ、でもちょうどいい、ちょうどいい。そう。全然違う。二人で。私歩くのゆっくりかも。そうなの。意外とある。あ、すごいすごい。ナイスタッチ。そう。パンで。ちょっと待って、難しい。あ、でもいい。おお、いいよ。あんぐらいしっかりヒットしてないです。だからもう上げてここから緩めながら打つのが癖ついちゃうから。面白いねこれ。面白いこれ、なんか気分も上がる。うん、なんかね、楽しい。振り返りで鳴らしながらやって。フライオーバーとかなくなるんですよ。あ、でもすごいね。あ、前。すごい。そう。前。やっぱいいね。メトロノームいいね。なんでインパクトね。フォローは出しに行かなくて大丈夫です。インパクトで終わりぐらいの気持ちで惰性で出るから。強い。入っちゃった。おお、ナイス。おお、すごいじゃん。よかった。一対一で青木打法って言ってるんですね。青木打法っつって一回もペラがなかったよね。ほぼまっすぐ。開く癖がある。私カップに向かっちゃうんですよ。スライスラインね。でスライスラインだから怖くて返せないんですよ。引っ掛けるのが怖くて開いてる。開いちゃう。だからカップに向かっていってしまう。面白い。そうだね。今はちゃんともうちょっと近い距離だ。もうちょっと近い距離。痛いね。ドライバーがもっとひどいこと。ナイス。入っちゃう。入っちゃうやん。なんか入っちゃうな今日。どうしたんだろう。こういうのとか。これでショートしたりとか出ないっていうね。笑ったら起きた。すごい力入ってる。典型的すぎて。なんかこういう外し方。今2つともどっちともめっちゃフォロー出てる。やばいです。やばい？嘘。6メートル、7メートルぐらいのパッティングのフォローの出方です。これより出さない。インパクトで終わり。ちゃんと打てるでしょ。あとはもう向きだ。もうちょっと左から行かない。今ちょっと先になってました。それだけ？だからロングパットがいいから、テンポはうまいけど打ってるんですけど、そのテンポで打つときに、ここでちゃんと打ってミドルパットの。嫌な時は1、2、3。ああ、待ってる。バーディーパットとか言われると力が入って。この距離のバーディーパット僕も嫌ですよ。あ、やっぱ嫌ですか？入れないあかんってみんな入れるって思ってるし、入れないあかんと。あ、そう、この距離だし外したくないし。でもやっぱりサイズだから難しい。だからこういけないんですよ。ピンのこの軌道をこういっちゃうんですよ。そういうだからやろうとしたら全部フォローできる。あ、できる。できる。だからちっちゃくする。ポンで終わり。そういう意味で？そう。もっと左からいかない。そう。おお。そう。行ってきた。なんかこの二人の。あ、一緒だ。はい、チーズ。ああ、見せちゃう。入るわ。入るわ。ポンって打てばいいって分かってれば。そう、だからこの距離とかはそこそこなんだけど、ここからになると超。だからそれをちょっと強めに入れる癖をつけないといけないですね。あ、オーバーしてもいいぐらいな。多少40センチぐらいはオーバーしてもいいし、僕これ1メートルぐらいオーバーのタッチで打ったりしますから。だからどうせ外すなら気持ちよく外したいと思う。こう嫌じゃないですか。こう撫でて打った後その次に残るし。それぐらい。はい。渋子は飛び出るぐらいの強さで打ってました。こうなってました。漫画みたいに。出てる。パターうまいこと打つんですよ。あ、そう。めっちゃ入ってんだけど。めっちゃ入るよ。うんね。そう。ショートパットが苦手なんです。はい。スライスどっちか。どっちかというとスライスの方が嫌いですけど。どこ狙ってますこれ。今このカップのこの辺ですか。いやもう絶対入る。どうですか。右向いてる。右向いてます。左口だったらここです。ここですか。そう。入るでしょ。だからショートパットってほぼほぼアドレスのベースの向きで。そう入るでしょ。右向いてる。全体的に多分右向いて、だからスライスが得意。フックは右に打ってもちょっと弱かったら入ってくるってことです。なるほど、そういうことですね。はい。かっこいい。距離感苦手？打ち方もわかんない。わかんないです。でもめちゃくちゃいいパターン使ってますけど。パターンだけ、物だけはいいです。物だけはいいです。どう振ってます？それこうじゃなくて、こうショットのグリップみたいなのから指を外す。この指を書き換える。恥ずかしくて言えない。そう。ちょっと芯に当たる。こうやって握ってるからグラグラして。はい、大事です。はい。このぐらいの距離も外したりするし、それはもうほぼベースの向きだ。これどこ向いてますか？大体この辺ですかね。この辺も折っちゃってる。あ、先っぽで。それはもう絶対ダメです。ちゃんと真ん中にでパターの面を自分が打ちたい方向に向けないとダメです。受けてください。多分芯で打ってない。多分先っぽで全部打ってるから。はい。それでも握り方がまず。握り方ですね。指はそう、こうやってそう。かけて、こっちだけ。はい。やばいでしょこれ。この方がいいですね最初。左の肩すごい苦手で。絶対倒れちゃうんだよ。ああ、それいかないわ。左の肩と右と。それを持ってます。そうちょっと打てるでしょ。肩打ってる時こうなってる。極端に右足体重。そうだからフェースの下にターバン当たってる。いつもなんかずっちゃう。そう、まあそれが理由です。ストロークとか別にそんな悪くないんですよ。右に返ってこないし。そう入った。多分嫌な時ほどそうやってると思う。こうやって。大体いつもショートしちゃいます。だから、まあ、全部のラインちょっと左に乗せて打っていいと思いますよ。なんか持ち方とかもちょっとよくわかんないし。あ、全然それでもいいし、だからさっき僕が言ったみたいにこう指をかけるのもいいし、パターの握り方ってほぼほぼ自由なんですよ。前ははい。こっちの見てて、ここで数字使っていいっていう話をしてたんですよ。俺それ全然使えなくて、だって。こういう感じで肩でなったんですよ。でもそれでも大丈夫ですか？全然今のでもちゃんと動いてる。動いてますか？臨時使っていいんだと思ったんですよ。まあやりすぎはダメですよ。自然にこうやって動いてる。要はセンターで打った方がいいです。そうそうそう、おへそより左です。この辺を回すように。そう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 、こういう。もしかしたら。こっち。頭いく。あ、そっか。昔はしようとしてこうやってこっち。はいはい。そう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 。左に引っ掛けるんですよね、僕は。はいはい。これどこ狙ってます？カップのお母さん手合わさないでしょ。いつもやってんなりやってんな。こんな感じ。ダメ？なんで？さあそのまま変えちゃダメだから。そのままね。後ろから見てください。右向いてるのわかります？ああ。右向いてるのこれ。カップのだって真ん中向いてますよ。こう。これの線に合わせたこうです。オイル。多分フェーズの向きを右向けて左に引っ張ってください。綺麗に打ってます。ああ。はい。こういう感じなんだ。ちょっと閉じてる感じする。犯罪者かなって思う。多分この手のタイプの人はこうやるんですよ。ああ、横で。左の縁に向けて、何を左の縁に向けて、この面、これをこうじゃなくてこう、そうそう、右、あ、これね、そうで、これに対してこれを平行に合わせて、可愛いですね、なんか、おお、だから線のタイプ、これ線じゃないんですか？線じゃない、これいらないですよ。だからそれだったら例えばこれを白くしてここを点にする、ドットを打ってもらって、あ、そういうことなんだ。あ、確かに構えやすいこっちの方が。そう、ここだけに集中する。そうなんだ。おお、本当だ。ちゃんと出る。嫌じゃない。ストロークの仕方がね、全然嫌じゃない。うわ、すげえ、そんなん誰も教えてくれなかったな。おお、出る。ありがとうございます。いやー、マジ嬉しいわこれ。僕なんかこう斜めのことをどっち見てます？ここ打ち出しの方はここで見て、合わせるときはこの横線で合わせてます。だから打ち出しの方向だけだから別にいらないんですよ。これでいいんですよ。同じ。うまい。僕バッシルで。そう、僕何も書いてないの好きなんですよ。めっちゃ。でもこれ転がるからってこれ通りに合わせちゃうんですよね。合わせるとしたらこれでもいいですか？これ。それだったらもうなし。なし。俺なしの方が好きだったんだよ。それが面だけ。でもう面だけを意識するんです。左口にこのトップブレードを向けようとするだけです。はいはい。やっぱ真珠使ってるよな。おいいよ。ね。ショートパック。カメラ向けられたから。自分が何を見てストロークしてるか。自信がなくってるってことはやっぱりそういう惑わされちゃってるから。ありがとうございます。